シェフ、今日これで一品なんか作ってください。おお、アスパラか。じゃあ作ろうか。まずはアスパラガスを薄くスライスしていきます。今日はこのぐらい使います。硬いのでピーラーで薄くスライスをしていきます。玉ねぎはこのぐらい使おうかな。野菜が終わったら生地の方を作っていきます。薄力粉はだいたいこのぐらい片栗粉と一緒に混ぜます。ここに卵とお水を入れます。よく混ぜます。次に先ほど剥いた自然薯をすりおろして生地に加えていきます。ここに鶏ガラの素をだいたい大さじ2分の1ぐらい入れて、醤油も少し入れてください。これで生地の完成になります。野菜と合わせて炒めるときにごま油を気持ち多めに引いてください。フライパンが温まったら先ほどの生地を入れていきます。片面で焼けたらひっくり返していきます。生地に火が通ったら出来上がりです。それでは切っていきます。完成です。お待たせ、アスパラガスの卵スープとアスパラガスのチヂミだよ。おお、美味しそう。ありがとう。召し上がれ。いただきます。ポン酢つけたらうまいで。うまっ。うん、おいしい。めっちゃうまい。これはやばい。